ハードマン軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4139人であり、2000年の4724人から12.4%減少した。軍庁所在地はクアナア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサス州初期の政治家、議員だった。 ベイリー・ハードマンとトマス・ジョーンズ・ハードマンの二人にちなんで名付けられた。ハードマン軍は州内に46あった禁酒軍の一つだったが2006年11月の住民投票で支店の内外での消費するためのアルコール飲料の販売が認められた。アメリカ合衆国国政調査局によれば軍域全面積は697平方マイルであり、 このうち陸地695平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.23%である。ジョージアパシフィックが悪目という小さな町で石膏工場を創業している。アメリカ国道287号線沿いであり、クアナー市からは約6マイル西である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。